はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスです。今回は日本戦39人の使えない奴らと1匹の猿戦、こちらをお送りしていこうかなと思います。ちょっとクラン名長いですね。そしてこちらのクラン、どういったクランかと説明いたしますと、いろんなクランの有名プレイヤーが集まっております。ちなみにですね、元クラチャンメンバーが10人ぐらいいましたかね。もう早く戻ってきてほしいんですけども、いました。で、今回はですね、最近タウンホール9で流行っております、ゴレビズ編成ですね。こちらを見ていこうかなと思います。まず1本目はですね、ホメさんのリプレイですね。もうクラクラチャンネルの大エースでございます。こちらのホメさんですね、なんとびっくり、ウィザード20体でですね、攻めましたので、見ていこうかなと思います。はい、こんな風にですね、ゴレビズをどんどんですね、ちょっとずつ足しながらですね、ジャンプで合流させていくといった流れになっております。はい、見てください。4時方向もですね、ゴーレムとウィザード並べているのがわかるかなと思います。はい、こんな風にですね、しっかりとウィザードや外周施設もどんどん削っていきまして、こんな風にですね、ちゃんとしっかりとゴーレムが中に入るように、で、さらにですね、ここからババキンも合流させていきました。そして最近のこちらのタウンホール9のゴレビズ編成、なぜ流行っているのかと言いますとですね、やっぱりですね、配置ですね、真ん中にですね、防衛施設がそんなになくてですね、結構横殴りされなくて済むといった配置がありますので、こんな風にですね、回転式でこう回すようにゴレビズをどんどん合流させていくっていうですね、やり方が流行っております。はい、見てください。7時方向もですね、壁開けを行いまして、ゴレビズを中に入れていきます。で、ちなみにですね、ホメさん、今回初見星6だったんですよ。夜中にですね、2回攻めました星6です。なんで2回攻めたかと言いますとですね、なんか明日ですね、デートらしいんですよ。もう爆発してほしいですよね。星6取って、さらに次の日はデートって、もうどんだけ幸せなんだと思います。そしてこちらの編成ですね、巷では芋転がしという名前で有名でございます。ただですね、もう生粋の芋転がし愛好家からするとですね、ガーゴイルとかが一体でも入ったら、もうそれはですね、ハイブリッドらしいです。もうとにかくですね、もうゴレビズのみでどんどん進軍させていくのがですね、芋転がしらしいので、なのでこれはですね、ハイブリッドに分類されるそうです。はい、そんな感じですね、喋ってる間にですね、大量のウィザード、めちゃくちゃ生き残ってますよね。10体ぐらい生き残ってますよね、これ。そしてですね、ゴーレムですね、クロスボウにターゲットを取っているゴーレムがですね、ここでちょっと溶け切っちゃうんですよ。溶け切ってしまってですね、ここでですね、もうやばいかなーってちょっと思ったんですが、見てください。大量のウィザードが残ってますので、ここから大量のウィザードが、はい、こんな風にクロスボウも壊しまして、さらにですね、アチャクイも追いついて、全開といった形になっております。というわけで、ホメさん全開お見事でございます。羨ましいですね。今日デートらしいですよ、本当に。はい、そしたらですね、続いてはですね、クラちゃん連合軍ゲストのピロシキさんでございます。ピロシキさんはもうタウンホール9の有名プレイヤーでございますので、見ていきましょう。今回は裏ホグを5体連れております。なので、生粋の芋転がし愛好家からすると、もうホグライダー1体でも入っていると、それはもうゴレホグに分類されるらしいので、こちらはですね、もう純正な芋転がしではないそうです。はい、というわけで見ていきましょう。こんな風にですね、初見の攻めでございまして、ゴーレム2体ですね、ちょっと角テスラですね、角テスラじゃねえや、橋テスラ、外テスラだ。外テスラにびっくりいたしましたが、こんな風にですね、壁開けを行いまして合流させていきます。そして先ほども説明したように、今回のこちらの配置もですね、真ん中に防衛施設がそんなにないですよね。なので今回も回転式でゴレビズを進軍させていきます。はい、こんな風にですね、ポイズンを落としていきまして、しっかりと相手の援軍を処理していきます。そして関係ないんですけども、ただいまですね、夜中撮影しておりまして、もうこちらのピロシキさんの名前見たらめちゃくちゃ腹が減っております。もう飯テロの名前ですね。で、そうだ、話し逸れたんですけども、ですね、こちらのゴレビズ編成の注意点としましては、圧着以外ですね、ただいまタウンホールを打っております。こんな風にですね、HP の高い施設に捕まっているとですね、ジャンプの時間切れでですね、圧着以外がついていかないっていう事態になってしまいますので、こちら注意が必要でございます。はい、ただいまですね、3時方向ですね。アチャクイがクランの城を殴ってしまいましてですね。はい、見てください。ジャンプの時間が切れてしまいます。これによってですね、ちょっと3時深くのアチャクイですね、取り残されてしまって、ただいま壁を殴っております。こちらですね、ちょっと大丈夫かなと思ったんですけども、ヒロシキさん、こっからですね、全開を取っていきますので、見ていきましょう。さあ、こんな風にですね、6時方向壁開けを行いまして、ゴルビズババキン部隊をですね、合流させていきます。そして壊しきれない防衛施設に関しましては、こんな風にですね、モグライダーを出していきまして、削っていきます。はい、外周からもですね、ウィザード出していきます。もうゴレホグですね。はい、ホグライダーたちがですね、どんどん防衛施設を削っております。で、そしてですね、最後のジャンプを打っていきまして、11時方向ですね、到達いたしまして、で、ここからですね、ゴーレムたちが12時方向に進んでいきます。もう余裕ですね、本当にですね、うまいなって感心いたしました。はい、もう残っている防衛施設もですね、アーチャータワーと迫撃砲のみとなっておりまして、で、十字方向を見てください。
はい、ウィザードがたくさん生き残っております。まあ、こちらのウィザードたちは外周からちょいちょい出したウィザードたちなんですけども、やっぱりですね、ウィズって死にやすいユニットでございます。なので、どんな風に生き残らせるかっていうのがですね、鍵になってきます。先ほどもですね、8時方向から出したホグライダーたち、あれでですね、あのウィズ島とかアチャ島を壊すことによって外周を回っているウィザードたちを生き残らせております。そんな感じで今回ですね、タウンホール9のゴルビズ編成、こちらをですね、お送りしていきました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。